ハワイ旅行、平野章、ガンユータ、神宮寺ユータ、海鮮丼、笑顔、食べっぷり、いただきらち。幸せ、友情。平野章のいただきらちが炸裂。三人の仲良しエピソードにほっこり、ナンバーアンダーライン愛。ハワイの旅には、特別な魔法がある。日常を離れ、海風が吹き抜ける場所で友人や家族と過ごす瞬間は、 まるで時が止まったかのように感じられる。2023年の夏、私たちの心に深く刻まれたのは、そんな特別な旅の一幕だった。ナンバーアンダーラインアイのメンバーである平野翔さん、岸優太さん、神宮寺優太さんの3人がハワイで繰り広げた一日が、私たちの胸に強い感動をもたらした。彼らのハワイでの旅は、単なる観光地巡りやリゾート気分を楽しむだけのものではなく、彼らの素顔や友情、 そしておいしい食事を通じて生まれる笑顔の連鎖が私たちを魅了したのである。海鮮丼を前にしたとき、3人の表情が一瞬にして明るくなる。大きなホタテが乗ったその海鮮丼を見て、翔さんが、誰かこのホタテを食べると尋ねる。彼はきっと、岸さんがすぐに反応するだろうと予感しているに違いない。その瞬間、岸さんはためらいなく、食べたいと手を挙げる。 周りの空気が和やかに包まれ、彼らの会話はまるで兄弟のように自然で暖かい。この瞬間にこそ、彼らの絆の強さが垣間見える。美味しい料理を前に、ただ、もっと食べたい、と思うだけでなく、この美味しさを誰かと共有したい、と感じる彼らの姿が印象的だ。けれども、その気持ちを相手に押し付けるわけではなく、あくまで相手のペースに合わせるその姿勢がまた、彼らの魅力を引き立て,ている。 このような楽しいやりとりを見ていると、彼らがマクドナルドやサントリーの CM で見せる笑顔やエネルギーがここに通じていることに気づかされる。何度も繰り返し見たくなるこのシーンは、見ている私たちの心を温かくしてくれる。そして、見ているだけで幸せな気持ちになれるのは、彼らが本当に微妙そうに食べているからだろう。箸の持ち方も美しく、丁寧で、まるで美しい儀式のように感じられる。 3人が笑顔で食事を楽しむ姿を見ていると、まるで自分もその場にいるかのように感じられる。彼らの食事風景を見ていると、子供時代の思い出や、友人や家族と食卓を囲んだ瞬間がよみがえってくる。それぞれが持つ個性が輝く。翔さんは、これ、やばいね、と優しい声で言いながら、目を輝かせて食べる姿が愛らしい。岸さんは、食べる瞬間もまるでコントのように、 小さんとのやりとりが絶妙で、見ているこちらもつい笑ってしまう。神宮寺さんは、静かに自撮りをしながら、自分のペースでもぐもぐと食べている。その自然体な姿がまた、彼らの魅力を一層引き立てている。彼らが一緒にいると、まるで兄弟のようで、時にはお互いをからかい合いながらも、深い友情と信頼が感じられる。彼らの微妙しそうな食べ方を見ていると、 美味しいものをただ食べることがどれだけ重要であるかを再認識させられる。忙しい日々の中で、おいしい食べ物を楽しむというのは単なる栄養補給ではなく、心の栄養をも得る瞬間でもある。特に、彼らのように、一緒に食べることがその瞬間をより一層特別なものにしている。食事中の彼らの笑顔は、私たちにも元気を与えてくれる。その笑顔が、日常のストレスや疲れを和らげ、 前向きな気持ちにさせてくれるのだ。微しそうに食べる姿を見るだけで、まるでその味を共有しているかのような気持ちになる。おいしいものを食べた時の幸せそうな表情、楽しそうな笑い声、そして無邪気に、うまい。うまいと連呼する様子に、心が温かくなる。彼らのその瞬間の純粋な喜びが、こちらにも伝わってくるからだ。称賛の、いただきらちというフレーズは、 まるで子供のような無邪気さでありながらも、誰もが共感できる喜びの表現である。その一言があるだけで、私たちの心に幸せな感情が広がる。また、彼らがどんなに微妙そうに食べているかを見ていると、今の自分の生活にどう応用できるかを考えさせられる。例えば、日常の忙しさに追われて、食事をただの作業のように済ませてしまっていないか。食事というものは、 それ自体が幸せを感じるための時間であり、心と体を満たすための大切な行為であるということを、彼らの姿から学ぶことができる。彼らが見せる、食べる喜びは、ただの食事ではなく、人生を楽しむ一つの方法なのだと気づかされる。彼らの一挙手一投足が、私たちにさまざまな気づきを与えてくれる。例えば、翔さんがホタテを嬉しそうに食べる姿を見て、 自分ももっと海鮮を楽しもうと思う人がいるかもしれない。岸さんのエネルギッシュな食べ方を見て、自分も食べ物をもっと楽しんで食べようと思う人もいるだろう。神宮寺さんの静かな食べ方を見て、一人でも食事を楽しむ方法があると新たな視点を得ることもできる。彼らのそれぞれの個性が、私たちに新しいインスピレーションを与えてくれるのだ。そして、彼らの姿を見るたびに、いただきらち、 という言葉の背後にあるる意味を深く感じるこれは単なる食事の前の一言ではなく、食べることの喜び、共有することの楽しさを象徴している。彼らの「いただきらち」が広がることで、私たちの日常も少しずつ変わっていくかもしれない。例えば、食事の前に心を込めて「いただきます」ということで、食べ物に対する感謝の気持ちがより一層深まるかもしれないし、 その瞬間をより大切に感じることができるだろう。彼らのハワイでの一日は、単なるエンターテインメントではなく、私たちにとって新しい視点や価値観をもたらしてくれるものだった。彼らの笑顔、楽しさ、そして食べることの喜びが、日々の中で忘れがちな大切なことを思い出させてくれる。彼らが見せるその姿勢は、私たちが日常の中で見失いがちな、小さな幸せを再認識させてくれる。 そして、彼らのいただきらち、がこれからも多くの人々に幸せをもたらすだろう。私たちは彼らの未来により一層の輝きを期待せずにはいられない。彼らのように日常の小さな瞬間を大切にし、食べる喜びを共有できるような生活を目指していきたいと思う。彼らの存在が私たちにとってどれほど貴重であるかを再確認しながら日々の生活に取り入れていくことができる。それは単なる、 見て楽しいだけでは終わらず、生き方の一部として大切にしていくべきものだと感じられる。食事は単なるエネルギー補給の時間ではなく、人とつながり、共に笑い、幸せを感じるための大切な儀式であり、心の安らぎをもたらす瞬間でもある。彼らが私たちに教えてくれるのは、食べることの美しさ、そしてそれを共有することの価値である。いただきらち、という掛け声一つで、 彼らが私たちに伝えたいのは、日常の中で失われがちな、シンプルな楽しさや、小さな幸せの大切さだ。どんなに忙しい日常の中でも、ほんの一瞬でも、美味しいと感じられる瞬間を持つことで、日々の生活に彩りが増し、心の中に豊かさが広がる。彼らのその笑顔が、私たちにもその瞬間を取り戻すきっかけを与えてくれるのだろう。また、彼らのハワイでの一日は、 食べ物だけでなく、その土地の自然や文化を楽しむ姿勢も見逃せない。彼らが美しいビーチで無邪気にはしゃぐ姿や、地元の人々との触れ合いを大切にする姿勢は、私たちにも新しい視点を提供してくれる。旅行というものは、単に観光地を巡るだけでなく、その場所の本質や文化に触れ、その土地の人々との交流を通じて自分自身の成長を促すものであるということを、彼らの姿から学ぶことができる。 彼らが見せる、楽しむことへの純粋な情熱は、私たちに新たな冒険心を芽生えさせる。新しい場所に行くことのワクワク感、その場所での新しい出会い、そしてその場所でしか味わえない体験が、人生をより豊かにしてくれるということを、彼らはその行動で示してくれている。そして、その楽しさや驚きを誰かと共有することで、喜びは倍増し、記憶に深く刻まれる。 彼らのハワイでの一日が、まさにその象徴である。そして、何よりも彼らが私たちに伝えてくれるのは、ありのままでいることの大切さだろう。どんな場所にいても、どんなシチュエーションでも、彼らは自分らしさを失わず、自然体で居続ける。その姿が、多くの人々の心に響くのは、自分を偽らずにそのままの姿でいることが、いかに美しく、そして魅力的であるかを体現しているからだ。 彼らが見せるその、素顔のままの美しさは、多くの人々にとっての勇気であり、励ましとなる。彼らの笑顔や楽しむ姿を見るたびに、私たちは自分の生活を見直し、小さな幸せを見つける努力をしようと思わされる。彼らの存在が、私たちの日常にどれだけのインスピレーションを与えてくれるのかを、改めて感じるのだ。忙しい毎日の中でも、彼らが示すように、楽しむことを忘れず、 心から笑うことを大切にすることが、人生をより豊かに、充実したものにしてくれる。私たちは、彼らがこれからも多くの人々に笑顔と喜びを届けてくれることを心から願っている。このようにして、彼らの頂きらちの精神は、単なる言葉を超えて、私たちの日常に息づくメッセージとなるだろう。それは、食べることの楽しさを再発見させてくれるだけでなく、一緒にいることの喜びや、 自分らしくく生きるることの大切さを教えてくれるそしてそのシンプルでいて深いメッセージがこれからも多くの人々に伝わり私たちの心に温かな火をともしてくれることを期待している。